はい、どうも、ウケツマチです。はい、どうも、ケンさんでございます。はい、というわけで、はい、もう1月入って、もうすぐですよ。うん、すぐイベント。はい。AKB48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦。はい。いよいよ、11日金曜日の18時半から生放送で。いいですね。はい、始まるわけですよ。はい、歌唱楽しみですよ。はい。まあ、今までもね、予選がずっと行われてきて、うん、で、今回決勝なんですけど、はい、いよいよね、その決勝の組み分けが決まったということで、はい、そちらを振り返っていこうかなと思います。はい。はい、というわけで、こんな感じになってるんですけど、はい、まず1番目、グループ C から始まって、うん、D、A、B の順で歌唱していくということになっておりますけども、はい、最初、白間さんから始まる感じ。うん、で一番最後リッセンさんと終わるっていう感じですけどね、はい、うん、まあ言うてさ、もうここに出てるメンバーは歌うまい、決勝に進出してるメンバーだから、つわものたちつわものなんで、うん、誰が、ね、残ってもおかしくないっていう、そうなんだよね、感じなんだけどね、うんうん、あとも好みだったりなんかその日のコンディションだったりなんか、そうね、うん、まあ一番は前回とその予選と違ってお客さんが入ってるっていうのもあるし、うん、生放送っていうのもあるんで、うん、で生演奏なんですよ、うん、なのでその辺がこうだいぶプレッシャーというか緊張につながってくる、うん、で、まあ、その辺がこう経験の差だったりとか、うんうん、だいぶ変わってくるのかなという気がするんですけどね、まあ、ハートの強さだったりも大事なのかな、うんうん、そうですね、まあ、この中から上位2名ずつかな、グループから2名ずつが、うん、なんで合計8名が生バンドでライブができると、うん、あ、もうベスト8というかね、はい、うん、いや楽しみですよ、なんでとりあえずベスト8に入って、うん、まあ、生バンドでライブっていうところまで行けば、うん、結構もうね、上位の中でもさらに8人っていう、そうですね、つわもの揃いなんで、そうですよね、うん、それこそ、その8名からユニットができたりとかっていうこともありえるだろうし、うん、歌うまメンバーみたいなね、いや強いね、それは、うん、いや楽しみだな、いや今から楽しみですよね、はい、それこそ審査員も注目らしいんで、はい、紅白出場の女性歌手が審査するっていう話もね出てるんで、いや、いいね、いや、どんなね、審査員が一番大事ですからね、大事大事、うん、実力ある人が審査しなきゃお話にならないですか確かに確かに、うん、うちらみたいなこうなんか歌知らないようなファンがっていうのもね、そうそうそう、うん、っていうのもあるんで、うん、ちょっとその辺も含めてね、本当に AKB48 グループの実力歌唱力ナンバーワンが決まるんでね、はい、ちょっとなんだろう、一つの伝説がまた生まれるんじゃないかなという気がしますね、はい、うん、そんな感じですよ、そうですね、はい、まあそんな感じなんですけど、うん、まあせっかくなんで上位3位ぐらいを予想しようかなみたいな、うん、あ、もう自分の好みで、そうですね、そうですね、うん、あくまで主観ですけど、はい、まあ聞いた感じ、素人の耳で聞いて、うん、この子いいよねみたいなのの、うん、まあトップ3ぐらい予想できたらいいかなっていう気がするんで、うん、まあケンさんからじゃあちょっと予想していきますか、そうですね、3位から、そうですね、まあ一応みんな予選のとか、はい、いろいろ聞かせてもらって、うん、まあ、自分的にみんな上手いんですけど、好みだったのがあのスズランさん、おスズランさんを、うん、あの3位にちょっと自分は決めました、なるほど、うん、山内さんは、うん、トゥモローかな、はい、岡本真也さん、うん、あとは誰より好きなのにっていう、うん、どっちかを歌うっていう感じですね、そうですね、うん、この歌う曲とかにもよってくる気がするよね、そうだね、確かに、うん、なんていうか得意不得意だったりとかもあるだろうし、ね、そうね、うん、あとはやっぱ歌いやすさとか、うん、そういうのも出てくるんじゃないかなって、確かに確かに気がするんで、うん、その辺がどうなるかね、はい、うん、第2位の予想は2位がですね、白雪さんです、ね、おお、なるほど、うん、琥珀さん、うんうん、すごい難しい字ですけど、そうですね、まあいわゆるキラキラネームですね自分も最初読めなかったんでね、うん、これでそう読むのかみたいな、はい、SKE のキャラです、うん、こうですけどね、なんかあれなんですよ、みんなやっぱりさっきも言ったように上手かったんですけど、うん、なんかすごい綺麗な声で、うん、なんかいいなと思って、聞きやすい声だなと思って、なるほどね、選ばせていただきました、はい、1位は、1位はなんだかんで言って岡田奈々さんなんじゃないか、ああ、なるほどね、うん、ちょっと手堅いですけど、まあ一番この中で言ったら、うん、バカず踏んでるかなっていう気もするもんね、そう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 、うん、まあチュリとかもいるけど、そうそうそう、まあソロで歌ってってソロライブ、うん、みたいなのもやってたりするんで、そう、まあそういった意味では強いかなっていう気がするよね、うん、なんかメンタル的にも歌唱に対して強い気がするんですよ、そうですね、それこそ慣れてる分というか、うん、だからまあ手堅いかもしれないけど、ちょっと1位にさせていただきました。なるほどね、うん、はい、まあ、自分は第3位は、うん、STU の門脇美優奈さん、うんうんうん、あの子は声が特徴的な
子かなっていう気がするんですけど、うん、まあダンスも上手い子なんで、うん、歌もこう今回聴いてみてめっちゃ上手いじゃんって思ったんで、うん、3位には入ってるんじゃないかなっていう気がするんですけどね。なるほどね、うん、いやいいね。そして第2位が HKT の坂本絵里奈さん、うん、自分はちょっとずっとねこうツイッターとか見てて、うん、坂本さんのこうアカペラで歌うやつ、うん、ハモリ入りの、うん、それがすごく好きで、うん、まあなんか今回そういうのが実ってくるんじゃないかなという気がするので、うん、2位に来るんじゃないかな。なるほどね、うん、いいですね。そして1位は STU の矢野ほのかさん。おお、うん、なんかこうなんだろう、予選で一番こう声が出てたりとか、うん、うん、なんかあ普通にうまいなと思った子だったんで、うん、その実力が出せれば結構いいところ行くんじゃないかなという気が。あ、なるほどね、はい、いやそれ全然ねうちは被らなかったけど、うん、まあねどっちが当たってもじゃないけどさ、いや全部全員みんなね、うん、本当にありえるんで、そう分かんないんですよね、未知数なんですよ、うん、そう、うん、で今回結構あれじゃない、今までこう注目されてないメンバーだったりとか、そうそうそう、新しい子だったりが多いんで、うん、そういった意味では誰がなってもね、いい感じになりそうだな。そうですね、まああと1個残念なのは小田入りが、うん、あの舞台かなんかで出れないんですよ当日。辛いですね。そう、まあ多分小田入りが入ってたら確実に上位3位には入ってくるんじゃないかなっていう気がしてたんで、うん、ちょっとかわいそうだなっていう、そうだね、気がするんですけど、その見えない結果っていうかね。そうですね、そこは見たかった、うん、まあでもこれも運というか、うん、まあ運も実力のうちじゃないけど、うん、たまたまこう予定が合わなかったりとかみたいな、そういうのもあったりするんで、うん、ちょっと残念ではありますけどね。そうね、まあでもエキシビジョンみたいな感じでお題にも歌は歌うっていうことなんで、うん、まあそこは注目なのかなっていう。そうね、うん、なんかこう審査員特別賞みたいなのがあってもいいんじゃないかなっていう気がするんで、うん、そういうところで選ばれてほしいなっていうメンバーかなっていう気がします、ね、そうね、はい、楽しみですね。はい、まあそんな感じで、はい、まあ、11日かな、うん、もういよいよなんでちょっと要チェックで、見ようかなと思います。よチェックや、はい、まあ、また結果が出たらね動画にしようかと思うんで、はい、そちらも見ていただければと思います。はい、はい、というわけで終わります。終わります。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますのでそちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。